はい、ということでごちそうさまでした。夜ご飯を食べ終えました。でね、すぐにね寝ちゃうと詰まってしまうので、ちょっとしばらくは座ったままの状態でキープしてもらうんですけど、あの洋服がもうすっごく増えてしまって、そうそうそう、皆さんがくださるのですっごく増えてきて、あの収納がちょっともう緊急になったので、こちらの紫のナナタン専用にしましたので、ナナタンのお洋服をこちらにしまいたいと思うんですけども、まあね、せっかくねしまうのならば、まあ、紹介、洋服どんなの持ってるかなとか、どんなのもらったのかなっていうのを紹介できたら嬉しいなと思ったので、今日は洋服の整頓と紹介をしていきたいと思います。今日はね、どんな一日だったかと言いますと、全然寝てないですよね。本当にあのショートスリーパーで昼寝も1時間半ぐらい、1時間半と30分40分ぐらい、本当に寝ないんですよね。で昨日は寝かしつけ結構簡単にできたんですけど、今日はもうギャン泣きのね、お怒りお怒りイライラね、眠だったので、もう正直すごく大変で、ごめんなさいね。すごく疲れてしまって、まあ、配信とかもねちょっと笑顔ですることができなかったり、まあ、ちょっと投稿もちょっとしょぼんってなっちゃったり、ね、そんな一日だったんですけど、まあ、自分はすごくあの達成感を一日の中で得ないと結構メンタルがこうズーンってきたりネガティブになってしまうので、まあ、撮影ちょっと今日頑張ろうかなといったところであります。では紹介していきたいと思います。まずはここに置いてあるものたち、肌着とか、肌着とロンパースはあの洗濯機の前というかお風呂上がりにすぐ取り出せるようにしてるので、パジャマ系とかはまた後ほど紹介したいと思います。今回ね、外着ですね。外着がいっぱいあるので、どんなの持ってたかね。よいしょ。まずは T シャツからいこうかな。じゃん、こちら T シャツです。かわいいよね。ワドルディのね、オレンジの T シャツ、後ろはカービィって書いてあるので、ワドルディじゃないんだね。で、同じカービィ、なんかこの T シャツが袖のあたりがね、すごい可愛い、丸いフォルムがね、カービィみたいで可愛いですね。じゃん、これめっちゃ可愛くないですか。ハムの T シャツ、ここね、首のところにパッチンがある感じです。で、これもなんかちょっとバルーンみたいになってて、後ろがね I am ハムって書いてあるの可愛いよね、めっちゃね、めっちゃ可愛い。次行くのはね、秋とかだからね。はい、そして同じくカービィのアプレルクールの T シャツ、これね、パジャマってね、大人のお揃いがあるんですよね。 T シャツ同じのが何枚かあります。同じのが3枚あるかな。同じのが3枚あります。 T シャツね、これがね。で、上のこれがスイマーとのコラボで、スイマーと島村バースデーかなのコラボになります。すごい可愛い。袖の部分と下の部分に絞りがあるので可愛い。はい、そしてちょっと男の子っぽいんですけど T シャツ。はい、そしてこちらもカービィでーす。可愛い。あ、後ろがね、これ可愛いね。すごい足を前に出してるカービィも可愛いね。ねえ、あっという間に夏が終わっちゃうからね。はい、可愛い。これもカービィ。カービィとワドルディとデデデ大王と、やばい、なんだっけ、ダークナイトだっけ、サーナイト、サートナイト、やばい。で、これはゲームみたいなキャラクター。なんか、ま、ナータンはまだね、ハイハイもできないから、歩けるようになったらまた可愛いんじゃないでしょうか。なんか今夏はさ、あの何を着ていいかっていうか、肌着の上に T シャツを着るのって結構暑いじゃないですか。だから迷うんですよね。肌着1枚で出ちゃう。
はい、そしてこちらがなんとジンベエのズボン。可愛くないですか、この柄が。なんとも言えなくて、この風船がヨーヨー、水風船の柄がもう超可愛くて、こちらね、あのディズニーランド、あ違う、ピューロランド、ピューロランドでもねこれね来たんだよね。覚えてるこれ覚えてる、すっごい似合ってた、可愛い。なんか昔私がこのヨーヨーをねお母さんに買ってもらったのがすごく嬉しかったのが記憶にあって、それで買っちゃった、いい思い出だ。それで買って嬉しかったものっていうのはね、思い出に残ってますよね。そして同じなんですけど、ディズニーのミニーちゃんのジンベエ、かわいい、これも本当にかわいいね。島村とのコラボでリスナーさんが買ってくださったんだけど、夏物ほんとかわいいですよね。そしてちょっとねもう着れないんですけど、来年着れるのかな、七夕の、可愛くないですかこの洋服、七夕のこのミニーちゃんの洋服ね、どうしてもこの服で写真が撮りたくて、ディズニーのミニーちゃんのグリーティングで来ました。ほんと可愛い、ミニーちゃんも喜んでました。また来年もし着れるのであれば着たいけどなと思うんですけど、これが2種類あって、このロンパースになってる、このお股のところがパッチンってなってるやつもあるんですよ。はい、続いてはドナルドの T シャツ、これも夏っぽいしマリンで可愛いね。ね、来年もこれは着れるんじゃないかなと思います。来年は多分歩いていると思うから、また、ね、下に何かを履いて着てほしいなと思います。また何がお気に入りかな。そしてねこれはね本当に可愛いのこれまた着てほしいな、ベイビーのうちにと思うんですけど、ね、トナちゃんのロンパースっていうんですか、ロンパースじゃないか、でもこれね股がないんですよ。ちょっとこれ股があったらいいのになと思うんですけど、こう上がっちゃうんですよね。股があればずっとさこう引っ張られてるから、このままの状態で着れるんですけど、ちょっと股がないのがなんでなのかなっていう感じで、尻尾もあるの。 T シャツじゃん、これユニコーンのね T シャツ、これはあの本当にナータがまだ本当に生まれたばっかりの時に出産祝いでモデレーターさんがくださったんですけど、その時はもうすっごく大きく見えたのに、もう普通に T シャツ、ベイビーの T シャツに見える。パジャマは、はい、次はワンピースになります。かわいい、お股がないのでつなぎのロンパースとか着た上に着る感じかな。これ紫で、これがピンク、うさぎちゃんの柄のやつです。また何色が好きなのかな、まだね本当に私の勝手な趣味に合わせてもらっちゃってるから、何色がいいって言うのかな。はい、そしてまた T シャツ、これはねマイメロなの、サンリオにいた時に絶対サンリオのキャラクターの T シャツで行きたいと思ったんですけど、なかなか売ってなくて、サンリオの売ってそうなのにね、まあ、売ってはいるんだけど多分タイミングが悪くて売ってなかったんですよ。でこれ石田さんに買っていただきました、ありがとうございます。はい、そしてこれが、これもバースデーか、島村のワンピース、可愛くないですかこれ、めっちゃ春っぽいね、すっごく素敵よねこれね、ワンピースね。とこちらもワンピース、これもさっきのねスイマーとのコラボ、ちょっと順番バラバラで申し訳ないんですけど、これもすっごい綺麗な色ですよね、色だし柄もね超可愛い、このレトロなクマちゃん、まあ、スイマーのキャラのクママジで可愛い、でちょっと大きい感じするからね、一枚でもね大人だったらというかキッズになっても着れそう。ナータンの服のサイズは80だけど90いただけたら嬉しいっていう感じですかね。そしてこれは下にねこういうロンパース、白いロンパースを着るんですけど、これの上に着るワンピース、かわいいのね、これもね、これ初めてもらったワンピースな気がするな。ワンピースこんなのがあるんだって思ったイメージがあるから、結構思い出が深いワンピースになります。お父さんの父の日かな、でやっぱりちょっと素敵な洋服で行きたかったので、このね
あのワンピースでご飯に行きました。そして次は、このねひらひらのね可愛くのもこれだけでも超可愛い首のこのひらひらがあって、でこれがなんとメゾピアノの、やばくないですかこれね、超ドリーミーというかもうマジプリンセスって感じの洋服、ベルバラコラボの水族館アクアパークに行った時に来ました。ちょっといい写真がねなかなか撮れなくて、写真では残せちゃんと残せてはないんですけど、ね、水族館にこれで行きました。またこれでね本当にお出かけ行きたいです、可愛すぎる。次にじゃん、ドナちゃんのなんていうのこれ、なんていうんだろう、トランペット、後ろは足これはね今のねナータンは少し大きかったので来年も着れるのが超楽しみです。あとはスカート系かな、スカートズボン系、じゃんこれもズボン、ジーンズっぽくいい、ジーンズなのかな、可愛くない、してウサギ、はい、そして黄色のスカート、もうスカートなんだけどお股がこうある感じです。めっちゃ可愛いこのフリフリスカートです、可愛い。私はマイメロのさっきの T シャツにこのスカートを合わせて、フリフリのね可愛いね。そしてこちらのかぼちゃパンツ、ワドルディのかぼちゃパンツです。同じくカービィのかぼちゃパンツ、飽きたよね、すぐね終わらせるね、もうねもうね終わり。これもズボン、はい、てな感じかな。あとはパジャマとかロンパースにはなるんですけど、これが外の着る服の全部だね。冬服はまだね買ってないので夏服だけになるんですけど、以上がナータちゃんの持っているお洋服紹介でした。本当にパジャマも超可愛くて、あのさっき の, あのパジャマが、ね、あったりとか、肌触りがめっちゃいいパジャマだったり、パジャマもすっごい可愛いのがね揃ってるので、ね、お気に入りです。これでユニコーンのパジャマとかもあります。はい、ということで皆様本日も最後まで見てくださってありがとうございました。ということで皆様また参考にちょっとなったら嬉しいです。またね、バイバーイ、バイバーイ。